はい、こんにちは、レトスノンです。今回なんですけれども、借地権と民法の違いについて解説していきます。借地権が適用される場合と民法が適用される場合、どういった場合なのかっていうことをお伝えをして、また存続期間の違いについても解説させていただきます。で、まず借地権が適用される場合を解説いたします。これは建物を所有する目的で地上権だったり土地の賃借権を設定する場合、この場合は借地借家法が適用されます。つまり借地権が適用されるということなんですね。例えば建物、ビルとかでもいいです。ビルでもいいですし、戸建てでもいいですし、そういった建物を所有する目的で土地を借りたりとか、また地上権を設定してもらったりする場合、借地借家法が適用されます。一方で、建物を所有する目的でなくて地上権だったり土地の賃借権を設定してもらう場合、また一時使用目的で土地を借りる場合、こういった場合は民法が適用されるんですね。例えばなんですけども、青空駐車場として使う目的で土地を借りたりとか、または資材置き場として土地を借りたりとか、そういった場合ですね。そういった場合は借地借家法は適用されずに、民法の賃貸借、民法が適用されます。まずここを頭に入れておきましょう。この違いですね。で、存続期間、つまり契約期間のルールについても違いがあります。それは借地借家法は30年以上で定めなければなりません。つまり短くても最短でも30年なんですよ。長いのはどれだけでもいいんですけども、30年より短すぎるのはダメですよ。もし30年より短い期間で定めてしまうとどうなるかっていうと、もう自動的に30年になりますよというルールなんですね。一方で民法っていうのは50年以下で定めてくださいよ。短い分には別にいいです。ただ長い場合、50年よりも長い期間で定めた場合は50年に短縮されますよというルールなんですね。では具体例を見ていこうと思います。例えば戸建てを所有する目的で土地を借りました。で、その土地の賃貸借契約の契約期間、これを25年と定めた場合、この場合契約期間、存続期間は何年になるでしょうか。これは戸建てを所有する目的で土地を借りているわけだから、これは借地借家法が適用されますよね。で、今回存続期間、契約期間を25年と定めたんですけども、30年より短い期間で定めているわけだから、これは30年に延長される、つまり30年になりますよ。契約期間を25年と定めていたとしても30年になりますよっていう話ですね。では続いて、青空駐車場目的で土地を借りました。で、この契約期間60年と定めました。この場合、存続期間何年となるか。これは、青空駐車場っていうのは、建物所有目的じゃないわけですよね。だから民法が適用されます。民法は50年以下で定めないといけません。にもかかわらず、60年で定めた場合は、50年となるわけだから、50年となると、いう話です。じゃあ、もしですね、戸建て所有目的で、40年として契約期間結んだといった場合は、この場合は40年 OK ですよね。30年以上で定めているわけだから、これは OK ですね。だからこの場合は40年となるということですね。じゃあこっちも青空駐車場目的で、じゃあ20年、存続期間20年として定めた。この場合はどうかって言ったら、これ50年以下だから OK ですよね。だからその契約通り20年になると、いう話です。今回難しくないんですけども、どういった場合に借地借家法の借地権が適用されるのか、どういった場合に民法が適用されるのか、ここをしっかり頭に入れていただければと思います。で、ちなみにこの建物所有目的とする地上権とか土地の賃借権、これを借地権と呼びます。ここも一緒にですね、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。